福島県道33号合津番下加藤線は福島県川沼郡合津番下町から合津若松市に至る県道である。合津若松市街地を鍋源のようなルートで経由する国道49号を短絡する県道である。合津番下町側の国道49号交点は県道側が優先道路となっており、新潟方面から見て直進は県道である。合津番下町内では 起点からしばらく、藍津番下町内の商業地を経由する。台の下交差点からは、国道49号との重複区間となり、阿賀川を渡り床村へ入る宮古橋東側まで重複する。宮古橋東側で国道49号との重複区間が終わると、本県道は、東方向に農地などが広がる地域を経由し、合図若松市下東町へ入る。この間では、 県道326号、合図縦貫北道路と交差する。加藤町へ入ると、国道121号との交差点のほか、道島駅付近で JR 万越再線の踏切を越える。加藤町内でも、農地などの広がる区間を経由し、県道69号と交差して、再び万越再線と交差する。加藤町広田地区付近からは、東側が高い上り坂となっており、 終点の国道49号との交差点に至る、福島県川沼郡湯川村熊の目付近、ありがとうございます。